ヘッセン旧史第一報第一ページ、ヘッセン旧史は、ゲオルク・ビューヒナーとフリードリヒルートビヒ・バイディヒによって1834年に執筆、反布された8ページの政治的パンフレット。彼らはこの文書で、貧困にあえいでいた農民や手工業者に放棄を促し、当時のヘッセン大公国の旧体制を覆そうとしたが、この試みは失敗に終わった。 イルヘルム・バイトリングの人類の現状と理想と並び19世紀、ドイツにおける革命思想の出発点に位置する著作であり、またマルクス・エンゲルスの共産党宣言に次いで翻訳されることの多い政治的パンフレットとも評されている。1ページ目には、表題と日付に続いて、前書きとして、これが危険文書であり取り扱いに十分、配慮するようにという読者への注意が書かれている。 それから、あばらやに平和を、宮殿に戦争を、というフランス革命の標語が掲げられ、本文へと続く。本文ではまず旧約聖書の創世記を引きながら、農民の生活と王公貴族の生活とを対比する。そして統計資料に基づいて、ヘッセン大公国の国民71万人が毎年、納めている税金636万グルデンの内容を過剰書きにした後、 その税の用途ごとに、それが無駄遣いであり、役人の私腹を肥やすことにしかなっていないこと、そして税金を納めている党の人民には、何の利益ももたらす結果になっていないことを解く。それから、フランス革命以降の歴史に触れ、七月革命によって王を追放したフランスが、またも世襲的な王政を敷いてしまったこと、その際にドイツの人民にも押し付けられた憲法がいかに不合理な、 内容のものであるかを訴える。最後に抑圧者に対する武装放棄を解き、神にアーメンを唱えよという言葉で締めくくっている。なお、この文の後半では、両方君主たちが理想的な皇帝を没落させ、ドイツを破滅の淵に追いやったと主張している。なお、バイディヒにより改定、配布された第二版では、前書きが削除された。旧止が執筆された背景には、 当時のドイツ諸法の急変な政治体制によってもたらされた国民の急防がある。ヘッセン大公国は面積約8000平方キロメートルの小国であり、人口は死亡率の低下によって1790年から急激に増加し、1830年代には70万人に達していた。しかし国家の経済はこの人口上昇についていけず、 農業は旧来の方法のままで生産が上がっていなかった。ヘッセンで濃度性が廃止されたのは1820年になってからであり、以後は直接税が取って変わったが、多数の農民は封建君主に依存していた。一方、主工業の方も飲酒的な身分性が根強く、経済的発展の原動力とはなり得ない状態にあり、 産業革命による工業化も遅れていた。さらにドイツの政治状況がこの経済的危機を長引かせていた。ドイツでは市民革命がまだ進んでおらず、1815年のウィーン会議がドイツ連邦の絶対君主制を安定化させ、1819年には反体制派に対する秘密警察が設置された。許可を受けていない政治団体は全て禁止されており、 連邦議会はすべての出版物に事前検閲を課し、差し止める権限を持っていた。またナポレオン戦争の結果、南ドイツでは立憲的改革が起こり、ヘッセン大公国も1820年にヘッセン憲法を発布して二院制の国会を開設していたが、しかし議員の資格も国会の権限も極めて限定されていた。大議士になれるのは、 その選挙区の高額納税者の60番以内に入り、さらに直接税として国家2000グルデンを支払っているものだけであった。ハンバッハの再転こうした状況のため、改革派は必然的に反対制派として地下活動に従事せざるを得なくなった。しかし、反対制派は統一的な考量を作ることができず、緩い結びつきを持った個々のグループが、 時折統一戦線を作るといったことが繰り返されるだけであった。八百三十二年五月二十六日、バイエルン王国にあるハンバッハに各地域から二万人のデモ隊が集まり、農民、職人、ブルジョア、知識人らがそれぞれの立場から演説を打った。しかし集会の熱狂にもかかわらず、この会は何の結論も政治的決定も見出せずそのまま解散することに、 なった。翌1833年4月3日、反体制派の武装グループがフランクフルトの警備本部を襲撃、占拠した。彼らは連邦議会を襲い臨時共和政府を宣言するつもりであったが、暴動の準備が十分できておらず、正規軍の突入を前に逃亡することになった。連邦議会はこの事件を受けて、フランクフルトに新たに中央サモ委員会を設置して、 反体制派の取り締まりを強化し、ドイツにおける武装放棄はますます困難になっていた。休止作成のきっかけは、ギーセン大学の医学生であったゲオルクビューヒナーが、彼の友人アウグストベッカーの紹介により、小学校の教師をしながら、反政府活動に従事していたフリードリヒルトビヒ、バイディヒに知り合ったことに始まる。生活の困窮した、 仮想労働者の利益を考えていないという点で、従来の政治パンフレットに不満を抱いていたビューヒナーは、政治活動の一環として、政治パンフレットの出版を手掛けていたバイディヒの援助を受け、新たなパンフレットの総合執筆を開始、1834年5月頃までに短期間で書き上げた。ビューヒナーの考えは、統計資料をもとに、 明確な数字を示した上で富裕層による仮想労働者へ搾取の構造を描き出し、労働者へ自覚と放棄を促して革命の火種を作ることにあった。しかし倉庫を渡されたバイディヒは、それが身分の関係なく、富裕層全体を攻撃する内容になっていたことで自由主義者の離反を危惧し、金持ちたちとして言い表されていた搾取者を貴族たちに置き換えたほか、 急進的すぎる文面を削除し聖書からの文句を多数加えるなどして大幅に修正した。ヘッセン旧種のタイトルと前書き、フランス革命の標語などもバイディヒが加えたものである。1834年6月に修正原稿を見た、ビューヒナーは自分が最も重要だと考えていたところが消されてしまったとしてと憤慨したが、ともかくこれを印刷、配布することになった。 旧市は、バイリヒが手配した秘密印刷所にて7月中に、すり上げられた。7月30日から31日にかけての夜に、印刷所からすり上った、旧市を受け取り、警察の目をくらますため、複数の地区で一斉に半分に取りかかることとなった。しかし、バイリヒの仲間の一人であった、コンラートクールが、 警察に身を売っており、彼の密告で8月1日の夕刻、ギーセンに休止を運んできたミニゲローデが逮捕された。8月2日には、ヘッセン政府より高級裁判所予診判事、コンダートゲオルギにこの区断の取り調べが命じられ、8月3日より、次々に関係者が逮捕されていった。ビューヒナーは、ミニゲローデ逮捕の直後すぐに行動を開始しており、この日の夜のうちに、 ブッツバフ派に向かいバイディヒ、ベッカーと今後の対応を、協議、また仲間の元を訪れて、危険を告げて回った。この間にビューヒナーの議員選の下宿先で、家宅捜索が行われ手紙類が押収されたが、ビューヒナーは、この際の法的手続きの手抜かりにつけ込んで抗議を行い、逮捕を免れた。ビューヒナーは、心配した両親の意向に従って、故郷のダルムシュタットに戻り、 ここで翌年まで自然科学の研究に没頭した。しかし翌年に仲間の亡命の件で参考人として裁判所に呼び出されたことから危険を感じ、1835年3月にシュトラースブルクに亡命した。ビューヒナーはこの地で自然科学の研究を続け、翌年に中リヒ大学で解剖学の講師の職を得たが、チフスにかかり1837年2月に、 押しているバイディヒも当初逮捕を免れていたが、9月頃に、ブッツバフ派から、カンソン・オーバー・グリーンに左遷された。バイディヒはこの地で密かに、急死、第2版を出版、反復を行っている。しかし逮捕された仲間の自白から1835年4月に、逮捕され、ゲオルギの過酷な拷問に2年の間耐え続けた後、1837年に、獄中で自殺した。 森田、127ページ案、クリストフ・ハウシルと、ゲオルク・ブシュナ、ビオグラフィ、メツラー、シュトットガルト、ワイマール 1993S416。この節は主に、革命の通信収録のエンゼンスベルガーによる解説をもとに執筆した。ありがとうございます。